こんにちは、レンです。ルナです。リクもいます。もう林じゃなくていいんだ。林の方がいい。そこどうでもいい。林の方が結構好き。いい。今日はですね、はい、また鎌倉に来ておりまして、うん、あの例の赤いバイクを納車しに参りました。うん、で今ブルーグルー向かってるんですけど、うん、で乗って車2人に任しとればバイクで。うん、帰ろうかなって思ってね。でその帰ってこう運転してるところも撮れればなっていう感じけど、雨です。あいにくの。こっからもっと強くなるっぽいんだよね。お高さん初めましてだから。あ、そっか、うん、緊張してる。ちょっとしてる。なんか動画を見る限りだと、うん、ちょっと俺は多分一生まぐわないタイプの方というか、うん、バイク好きじゃないし。なんて言うね。あ、なんかそうだ、ごめんなさい。好きになるかもしれない。そうそう、今日で入り口だから、ね、うん、きっかけだから。そうだね、そうだね。ビッからっていう先輩になる。まあちょっと行ってみましょう。はい、はい、高さん、こんにちは。どうも、連呼お待ちしてました。はい、いよいよ、久しぶり。今日は納車ですね。納車っすよ、うん、書類を用意してますから。ありがとうございます、うん、じゃあ連呼、とりあえずさ、はい、これが車検証で、今回これを渡します。はい、うん、そう、で、これがもう一つ資料なんだけど、はい、アメリカでいう車検証だね。おー、これがそれこそローレンス、カンザスのローレンスから来たんだけど、はい、まあ、1958年のハーレー、うん、でこれは僕らで保管するものなんだけど、今コピー取るから、はい、これも記念に一緒に渡しとくから。あ、ありがとうございます、うん、これも貴重で、なかなかこういうの見ることないだろうからね。そうですね。かっけえな。なんかもうこういうとこから違うよな、向こうって。うん、そうで、ここにはさ、その今まで僕の方で輸入して買い付けしたものも全部取ってあるんですけど、その黄色いの可愛いですね。そう、面白いね、これがやばいよね、これ。これは、まあ、別のバイクなんだけど、はい、1954年の同じパンヘッドで、はい、新車の時の書類を、はい、1954年の7月19日に販売された時の書類。すごい。これがまだこうやって残ってたりするんだよね。こういうのも面白いよね。そういうのも一緒にこうバイクと引き継ぐんですか。うん、そう。そういう書類も。まあこういう本当に当時のオリジナルの書類が付いてるバイクっていうのはものすごい珍しくて、まあ価値も高いですね。うん、まあでもレン君のもなかなかですよ。そうですね、うん。負けてない。これを見ると1958年で、ここに書いてあるところはローレンス、カンザス。ローレンス。本当だ。うん。ここから来ました。これはじゃあ今コピー取りますね。はい。ありがとうございます、うん、じゃあレン君、これが書類で、はい、まずこれが車検証です。はい、この間登録したものですね。で、この名義になってます、うん、さっき見せたアメリカのタイトルのコピーを取りましたから、はい、これも記念に保管しておいてください。 ありがとうございます。あとうちのステッカー入ってますから貼ってください。あとはうちの車検証入れがあります。うん、よかったら使ってください。はい、じゃあこれでどうぞ。これでやっと、ありがとうございます。もう何しても怒られないよ。ハンドルペロペロしても怒られない。コロナだから。ありがとうございます。で今車検証をいただいたんですけど、あのブルーグルーブのこのガレージの中をちょっと詳しく紹介したいなと思って、 YouTube でみんな気になってると思うので、それだけちょっとお願いします。わかりました、いいですよ。シャン、ルームツアーです。じゃあちょっと見てみましょう。はい、はい、じゃあまずこの2階ですね、はい、なんか前回俺らが来た時はまだここがこう雑多な感じになってて、うん、でその時にここちょっと綺麗に片付けてバイクとか置くよみたいなおっしゃってたじゃないですか。でそれもなってると。そうだね、とりあえずあのちょっとミュージアム的な感じでいいバイクっていうかね、はい、それをちょっとここに並べたいなと思って。これは何の。これは1948年のパンヘッド1年目の
パネット、初期の一番初めの、そうオリジナルスタイル、まあオリジナルスタイルだね。で全部トレードループの方でレストアして、はい、エンジンオーバーホールして、もう調子はバッチリなんだけど、あもう乗れる状態なんですね。そうだけどもう上に上げちゃったからね、うん、もうちょっとあの寝かそうかな。あ、これはこれはね、まあ新しく塗り替えたんだけど、あそうだ、まあ60年代のあのシボレーとかね、車のようにこのスタイルにドンピシャっすよね。またがるのは危ないですか？大丈夫です。いけます。もう落ちちゃったらあの買い取ってそれ大丈夫じゃないんじゃないですか？大丈夫じゃないかな、レン君だったら。大丈夫ですか？納車前だけど、あの増車っていうことで。ああ、なるほど。いかがですかね。5年ここで働くこと。タトゥーショップ併設します、はい、ちょっとじゃあ乗ってみます。いいよ。まあ、これがオリジナルだよね、オリジナルのスタイル。あ、こういう感じなんだ。そうだけど、このフレームは、はい、レン君のと全く一緒だから、これをカスタムするとバイクになるんですね。そう、結構もうこれ好みありますよね。そうだね、どっちのスタイルがいい。やっぱりレン君、これは大人じゃないとちょっと似合わない。ああ、そうなんですよ。大人がこう、おじいちゃんぐらいになったらこれ乗りたいなと思ってるんですよね。このこういう感じのスタイルで後ろにばあちゃん乗して。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はまだあのプロジェクトで組み立て途中なんだけど、1947年 の、 あのインディアンっていうバイクです、ね。ああ、うん、ハーレーじゃない。ハーレーじゃない。これも今組んでるところね。ここにあるのはこのフレームなんだけど、はいはい、まあ、これから組んでるチョッパーのプロジェクトとかね。うん、なかなかね、こういうのはいつも普段お客さんにあんまり見せたりしないから、はい、まあ今日はちょろっとね、うん、公開しちゃおうかな。すごいね。これ形は全部一緒なんですか？あ、そっちが。そうだね、基本的には一緒。レン君と同じものもあるしね、この形が。これ可愛い。タトゥーのさ、デザインの。そうですね。インスパイアされるかもしれない。これもまたちょっといわくつきのバイクで。ほう。ちょっとここじゃ喋れないような。あ、ま、気になる。そういうのって結構あるんですか？その車体によって。ね、そう。これは今までこういう風に生きてきたバイクだみたいな。うん、俺のも俺ので、ちょっとここでは喋れないストーリーがある。うーん、それも面白いよね。そうだから、こうパーツパーツ一つにもなんかこうストーリーがあってさ、器があるっていうのが面白いね。面白い、うん、やっぱそこだけはちょっと新車では味わえないところですよね。そうだね。昔どういう人が乗ってて、どこで乗られててとかね、 そんなのがゴロゴロ転がってるんですけど。そうだね。これは、はい、これはあの、まあ、ショベルなんだけど、はい、1971年に初めてあの FX っていうモデルが出て、歴史的にはさ、ハーレーってやっぱほら、でっかい、こういうのが多いじゃん、FLH、うん、それをもっと軽くするためにみんなさ、自分たちで改造してたんだよね、はい、でそれを初めてメーカーで、ハーレーがオフィシャルで出したのがこのバイク。スマートなモデルってこと。で、なんでかっていうと、このフロントはこれスポーツスターなの。おう、そのままなんだよ、パーツで。で、FX って名前なんだけど、はい、それはまさに FL の F と XL の L を掛け合わせて FX っていうものを。じゃあ、さっきのやつとスポーツスターのもう。そう、ネーミングもそうだし、パーツもそのままこう合わせて。これはオリジナルペイントで1971年のままのペイントだからね。やはりこういうものがこう残ってるっていうのはすごいことだよね。すごくレアだから、うん、あのほとんど今見ることがあんまりないよね。オリジナルの、うん、ボートテールってやつ。よく知ってるじゃないですか。あ、勉強しました。まあ、ボートテールっていうのはあの車なんかでも60年代終わりのリビエラとかね、ビューイックのそういうものからの流れで、まあ、これのデザインがされたものだよね。じゃあ、まあ当時の流行りみたいな感じではあったんですね。北川さんこれ書いてるやつですよね、ホットバイクってやつ。そう、まあもう本当に日本でハーレーが流行ったきっかけになるようなものの一冊なんですけど、この中で僕の方でそのアメリカの買い付けをする時のストーリーとかを毎回書いてるんだよね。うん、今もちょうど書いてるところなんですけど、みんな僕の友達で彼らのストーリーを紹介するんだよね。なかなかその本場のアメリカの奥の奥まではさ、はい、取材じゃいけないからね。うん、俺なんかやっぱそういうとこばっかり。
そうですよね。まあこれが面白いの、うん、読者もうだから高さにしか書けない。そうだね、うんうん、こんなのもあります。へー、ぜひ。高さ、最後これなんですけど、うん、もうこの2つよりちょっと異質なオーラを放ってる気がするんです。これは何なんですか？これは1939年のナックルヘッド。39年、うん、まあこのナックルヘッドが1936年からリリースされて、まあ、その3年目だね。まあ本当にレア。これ僕のバイクなんだけど。あ、そうだ。そう、もう今例えばこの間もやっとこのナンバープレートのステを見つけたんだけどさ、はい、ちゃんとハーレン本物のローは。あ、本当だ。もうこういう一つ一つの小さいパーツをもう見つけてはこう徐々に仕上げていくっていう。え、それは、うん、そのこのナックルの年代のものを見つけてってことだ。できればこの1939年で揃えたいんだけど、まあ、足りないものは近い年式、うん、38年使ったりとか41年使ったり40年使ったりでこう楽しんでいく。もともとはじゃあこんな感じじゃなかった？そう、もともとはもう本当プロジェクトで、うん、本当フレームとエンジンとミッションぐらいだった。あ、そうだ。どうですね、そこから手持ちのものも合わせてね作って、うん、まあ完全にその1939年にこだわってるわけじゃないんだけど、うん、まあ割とこう雰囲気のあるものでね、うんうん、揃えたいなという形。これはまたがちゃダメです。あまあまたがってもいいけどね。いいですか、じゃあちょっと、うん、またがってもいい。これは緊張するわ。こっちまで緊張してきたんですけど。ダーンとか終わりね。1320万円。失礼します。あとハンドルの形も若干違うんですか？そうだ、こういうの、うん、どうですか？かっこいいよね。ほんとですか？かっこいいよ。意外と。ありがとうございます。もう怖い。失礼しました。このロフトはもうちょっとバイク増やして置こうと思ってて、はい、うん、回数も増やして。そうだね、うん、またできたらぜひ遊びに来てもらう。もちろん、うん、なんなら手伝いに来ますよ。よろしくお願いします。もっと待機したい。そっちスタジオもあるからちょっと見てみます。はい、うん、ガレージにスタジオですよ。スタジオ、え、入っていいですか？どうぞ。失礼します。ここは何部屋ですか？ここはね、一応レコーディングできるまでのスタジオになってるね。あ、レコーディングもできるんだ。うん、レンは音楽やんないんだっけ？うん、僕、かじってこなかったっすね。おー、それで割と海外から来るゲストもみんな音楽できるからね。うん、みんな来たらここでさ、パーティーやってね、うん、セッションですか？そうだね。俺なんかはもともとその音楽からそういうアメリカのカルチャーなんかを知ったから、うん、割と音楽でコミュニケーションが取れるんだよね。うん、うん、まあ言ってましたもんね、なんかバイク取りに行って不機嫌だったらそこにあるギター弾いて仲良くなるみたいな。そうだね、うん、なんかアメリカは特にそういう一つ何か才能がさ、うん、こう認めてくれるとね、うん、一気にこう壁が、そうっすね、扉が開くっていうかね、そういうとこがあるよね、やっぱりね。高さんギターっすよね、うん、そう、ここら辺もあの木なんかもさ、はい、バーンウッドっていう、まあ、今流行ってるんだけど本当のアメリカのあのバーンっていう小屋だよね、うん、小屋の木でさ、それをアメリカから持って帰ってきてそれを使ったりとか、うん、楽器もまあ今ちょっと少ないけど、はい、ほとんどヴィンテージのものだったりとかね、うん、やっぱそこもヴィンテージが好きなんですね。全然音が違うからね。あ、そうなんですか。全然違う。逆になんか新しい方が綺麗な音出そうですけど。まあ綺麗な音は出るけどね、うん、味みたいな感じです。そうだね、バイクと一緒だ。そのオルガンはあのハモンドオルガン。ハモンドオルガン。そうそうそう、初めて聞いた、うん、知ってた？いや知らない。ちょっと鳴らしてみようかな。はい、俺はそんなうまく弾けないけど音色は多分聞いたことあると思う。ああ。はい、全部持って帰っちゃってるんだけど。あ、そうなんですか、うん、ちょっとだけ弾いてみましょう。あ、ぜひ。
ゃ鳥肌立ちました俺。そうだ、こういうのでさ、ドラムがいてベースがいると何の打ち合わせもなくなる。へえ、まあこういうのはほらちょっとブルースロックみたいなけどね、大好きな。そうだ、今日はレン君この間以来だ、年次かけるのね。そうっすね、うん、一応もう一回おさらいを最後にしておきます。